ウィース、こんにちは。ある東大生実況者、シュンです。今回はですね、ドラゴンクエストタクトの、デュランガチャですね、実際にやっていこうかなというふうに思っております。で、まあ、その前にですね、まあ、性能がですね、細かいところも明らかになったので、まあ、そちらの紹介とですね、あとはま、S ランクの方の、まあ、紹介も、行っていこうかなというふうに思っております。それでは、早速やっていきましょう。まずはですね、まあ、昨日デュランの、まあ、なんか紹介したらですね、まあ、多分その実況者が言ってることをそのままなんか、なんだろうな。まあ、パクって言ってるだけなような気がするんだけれども、自分の意見で言ってないような、なんか、薄い言葉がすごい多かったんだけれども、なんか、デュランはぶっ壊れではありません！デュランは弱いです！デュランは雑魚です！みたいな言ってたけど、いや、それはないだろってのが、ま、正直なところでですね。ですね、まずね、なんかドラクエタクトでぶっ壊れってね、言葉使うとですね、まあこれは何度も説明しておりますが、ですね、うわ、タクトは壊れなんか作らないみたいな言ってるんですけれども、例えばこれ5ヶ月前ですね、まだ半年も経ってない、5ヶ月前のですね、ダブルピックアップガチャということで、まあこれ5ヶ月前の、人権だと思ってください。はい。まあ実際間違いではないですよね。5ヶ月前はこのね、ダブルピックアップガチャが出た時はめちゃくちゃ、みんな騒いでいた。なんだこれ美味しすぎるという感じでね、年齢かな。まあ、セルラン確か1位を獲得したんですけれども、まあ、今見てみると正直、まあ、めちゃくちゃ力不足で、まあ、僕この手持ちほとんど貫突してるんですけど、これでじゃあ実際使ってるのいるかって言われたら、ドルナゲスぐらいかな、正直。使ってんの。まあ、あとドレアムたまに使うぐらいかな。ドレアムとドルナゲス。ぐらいですかね。まあ、あとグラコスをたまに使うか使わないかぐらいで、うん、まあ、あとは基本使わないんですよね。っていう感じで、かなりその、なんだ、インフレってのが、やっぱり進みまくってるんですよ、正直言って。まあ、なんで半年でこんなね、環境が変わるゲームって、まあ、他になかなかないんで、まあ、やはり、まあ、タクトの新キャラってのは、まあ、出るたびに、まあ、大概ですね、壊れまくっていると。環境がどんどん、入れ替わってると言っても過言ではないのかなって思うし、あとはなんかコメントとしてドレアムの方が強いとか、なんか、まあ、ピサロの方が強いとか、まあ、そこあたりに関しては、まあ、理解はできますけれども、まあ、ただ、まあ、とか15違うね、魔王となんか比較対象になってる時点で、S ランクと比較、なんだろう、A ランク比較してんのと一緒ですからね、ウェイト的には。って考えたら、なんか、まあ、ちょっと、その時点でかなり、まあ、使いやすいですかな、っていうふうに思いますね。まあ、例えば、マイユとか、まあ、トンヌラとかと比較して、いや、でもこっちはトンヌラの方が良くね、とか、まあ、ヒューザとかマルティナと比較して、ああだこうだって言ってる時点で、まあ、やっぱマイユやヒューザってのは、まあ、A ランクの中では、やはり、壊れと言わざるを得ないと。で、それと一緒で、デュランもウェイト15違う、魔王と比較してる時点で、やはり、まあ、壊れなんじゃないかな、っていうふうに思いますね。はい。で、ですね、昨日明らかになってなかった、貫突は物理回心率プラス 5% というところで、まあ、ドレアムプラスピサロって言ったんですけど、まあ、思ったよりドレアムの要素は強いのかなというふうに思いますかね。はい。まあ、実際の攻撃力ってのは、ですね、奇数ターンに攻撃力と素早さが上がるんで、まあ、実際623と。で、素早さは1ターン目は450弱の2ターン目以降が522という感じかな。はい。さらにま、不屈の闘志を覚えておりますので、まあ、連続攻撃じゃないと倒しづらいと。で、ですね、まあ、ギラヒャド弱点予想してたんだけど、メラギラでしたね。で、イオデイン。このバギデイン予想してたけど、イオデインということで、ドレアムと全く一緒と。いう体制ですね。はい。で、まあ、メラギラってなってくると、やっぱ連続攻撃で、んー、まあ、メラ、アリーナ、リュウゴウ。で、あとは、マネサゴーラぐらいかな。はい。ってなってくると思うんで、まあ、なかなか、まあ、ワンパンしづらそうだなという感じで、まあ、攻めだと素早さが、まあ、めちゃくちゃ早いってわけじゃないんで、まあ、正直中途半端かなというふうに思うんで、ちょっと微妙なんだけれども、まあ、ボエパーで使う分には、まあ、鬱陶しいこと、この上ないなというふうに思いますね。状態以上も、ドラムと全く一緒ということなんで、まあ、眠りが効かなくて麻痺半減で混乱等倍と。まあ、もちろんそのね、混乱や、麻痺がね、向こうだったらめちゃくちゃ強いんだけれども、まあ、そんなモンスターいないんで、まあまあ、まずまずというところではないでしょうか。まあ少なくとも、麻痺混乱眠りの中に大弱点がない時点で、結構使いやすいかなというふうには思いますかね。はい。で、まあ加えて不屈の闘志使えるんで、まあ、何だっけ、まあ不屈の闘志がどれだけその悪さしてるかっていうのは、やっぱピサロ使ったことある人だったらわかると思うんですけれどもね。ピサロ使ったことないんですかね。はい。で、まあこんな感じですかね。まあなんか、想像以上に、まあ、ドレアム寄りだったっていった感じで、まあ、小さいドレアムというか、まあ、ドレアムが2体いるっていう感じで、で、HP 回復の方を、無人の絶技の方で、再現しているという感じですかね。
で、ダークブレードも、まあ、そこそこ軽く出るし、であとは、まあ、瞬撃ですかね、三突の瞬撃っていうのが、まあ、思った以上に軽く出そうっすね。はい、まあ、210% で、まあ、無属性ですけれども、まあ、射程2から4で、まあ、高難度とかやった人だったらわかると思うんですけど、まあ、結構めんどくさいかなっていう風には思いますね。まあ、どちらかっていうとなんか、まあ、防御タイプのドレアムな感じはしますね。まあ、ただ、守備力が上がっていかないんで、まあ、硬さで言ってもね、ドレアムの方が上なんだけれども、まあ、高難度で使う分だと、まあ、スカラー適当なキャラクターに覚えさせて、まあ、それこそデュラン自身に覚えさせて使うとか、まあ、いろんな使い方あるかなっていう風には、想像できますね。はい。まあ、いずれにせよ、まあ、要塞的な、まあ、どちらかっていうと壁役として使えるかなっていう風に思いますね。うん。で、最近は割となんかリアル対人とか闘技場寄りの、キャラクターが増えていたので、まあ、この高難度向きのキャラクターってむしろ、なんか、割かしね、無課金とか美課金とか、まあ、今で言うところの、なんか、あれあるじゃないですか、デュラン EX とか、あれとかクリアできない人とかだったらね、持っておきたいようなモンスターかなっていうふうに思いますね。で、続いて、こいつ何だっけ？マッスルアニマルですね。はい。で、マッスルアニマルがですね、まあ、まずステータス見ていきましょうか。はい。で、全体的にステータス低いし、低いし、移動力も2です。移動力2で、攻撃力が525という感じで、まあ、攻撃力だけが、まあ、唯一、まあ、そこそこ高めで、まあ、あとは全部低いかな。うん。全部低いですね、正直言って。もう素早さもね、ランク8実装されて、まあ、やっぱ450ぐらいが9大点だと思うんで、413はちょっと遅いし、まあ、攻撃力ぐらいかな。うん。だけはまあ S ランク並みと。で、ですね、まずこの力ためで物理威力わかりますけど、なんだ、回復力って何回復効果と何が、今まで効果って書き方してたんですよね。回復量が上がることを効果が上がるって書いてあったんですけど、それが、回復力ってなってるから、まあ、何が違うんだってのが、まあ、正直あるし。で、なんか、その、指導とかだったら、非回復効果みたいな、非 HP 回復効果ってのあるんですよね。まあ、要するに、他のキャラがベホイミンしたら回復量が上がるみたいな。それでもないし、まあ、ちょっとよくわかんないっすね。はい。で、回復力が上がったところで回復できる技持ってないから、なんか、意味がわかんないかな、正直。もう、だから、こういうなんか、ややこしい表記の問題ですね。まあ、やめてほしいな、というふうに思いましたね。はい。で、一応、その、バーニングストレートが、まあ、射程3で直線でですね、ギラの物理ダメージを出せるという、まあ、ここら辺はですね、ポテンシャルは多少はあるのかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、ギラで、なおかつ、まあ、大体ね、ギラで使うところって、まあ、回か20とか31回とか、まあ、その、初心者がね、詰まる、だったら、まあ、そこぐらいかなと思うんだけれども、その、バギードルマ激減、まあ、バギー激減持ってて、ギラ使えるやつって、嘆きの亡霊とか、マームとかいるんで、まあ、そいつらでいいんじゃないってのが、まあ正直ありますかね。はい。まあ射程的にはちょっと優れてるんですけど、ステージ的にあれ賢さ上がった方がいいんで、多分マームや嘆きのボールの方が強いし、まあ総合的にはマームの方がテンション上げれるから強いというところで、まあ微妙かなと。一応あれか、インファイトで攻撃力と、移動力を上げれるというところで、まあまあまあ、火力は多少上がると。で、プラスですね、まあ、ドラケー6でですね、レイドックの試験か。で、くじけぬ心を手に入れるみたいなイベントがあるんですけれども、くじけぬ心の効果。これはですね、まあ、HP が30上がるぐらいが確か、ドラケー6のあれで、イベントだとそれで入手できて、ノーマルだと金スラがドロップで32分の1とかだったっけ意外と覚えてるもんだな。まあ、それは置いといて。まあ、あれにですね、20% の確率で HP1 の状態で踏みとどまると。これは不屈の闘士と違って何回でも発動することができると。で、くじけぬ心発動率プラス 10% ということで3割ですね。はい。3割の確率で、まあ、踏みとどまると。で、なんか、ヒュンケルが出た時にですね、僕は確率論的にそんなことはありえないと。そんなのできるわけねえだろ、バカってずっと言ってたんですけれども。まあ、ただ、ふざけんなと。お前できるに決まってんだろ、ヒュンケル最強だからなと。ヒュンケル理論上最強説ってのがあって、もうその天文学的な数字になるんですけれども、ヒュンケルは死にません、みたいな。それと一緒で、まあ、それ言うのであれば、マッスルアニマルもこれ知らないんで、ずっと3割引き続ければ、まあ、知らないんで。なんだろう、そこに魅力感じる人まあ、運ゲーですかね。まあ、2回連続ですら 9% なのに、まあ、正直やってらんないっすかね。3回で 2.7% とかなんで、ちょっとやってらんないんすけど、で、4回で 0.81 とか。で、もうやってらんないじゃないですか、正直。で、それを、まあね、やってられないと感じずに、うん、素晴らしいなと。0.81 引いてやるぜ、みたいな。まあ、ものすごい、なんか、まあ、頑張れる人はいいのかなと。で、一応、ヒュンケルと違って、まあ、耐久ゴミなんで、まあ、敵のターゲットになりやすいっていうメリットはあるのかなっていうふうには思いますかね。はい。まあ、ただ、逆に言うと、
ほとんどの人にとっては、まあ関係ないような気がしますね。なんでマスターアニマルは正直意味のない A ランクだと僕は思っておりますね。はい。あとガチャ動画のなんか詳細出すと、こういうコメント絶対来るんで、何引けばいいですかみたいな。まあ絶対来るんですけど、まあいくらそのね、デランがぶっ壊れぶっ壊れ言うようが、まあ、まあ今やってるドラケーの日ですね。7月1日までやってる。まあこれ引いてない人は僕はまあね、これ、まあやった方がいいかなっていうふうに思うし、あとは嫁の50連ガチャっすね。これも引いて僕持ってないんですけど、嫁の50連ガチャっていう、これじゃないやつですね。はい。お得なやつで、まあやると。あとはまあ優勝の3000ぐらいだったら、まあ引いていいけど、それ以外はね、全部やめた方がいいというか、あとは、ここら辺まではまあ普通かなって思うんですけど、あとは廃課金の壁ですね。はい。まあ要するに、まあ例えば、まあ、なんてっけ？ジャミラスが強いと。まあそれ自体は納得できるんですけれども、ただピックアップを追うのってマジで論外で、でなんでかって言ったら、その、貫突までで平均で15万ジェムかかるんですよね。で、ですね、なおかつ、ねったっけこのドラケーの日ガチャみたいな、要するに闇鍋ガチャ的なのが、まあ、ありかし定期的な頻度で、まあ、月1はないかな、2ヶ月に1回ぐらいであるので、でしかも、これなんか、3ヶ月ぐらいかな大体。うん。3ヶ月前ぐらいのガチャぐらいまで出てくれるんで、ってことは逆に言うと9月、10月ぐらいにですね、デュランのガチャがおそらく実装されると思うんで、そこで引きゃいいんじゃないっていうのが、まあ、正直なところですかね。はい。まあ、少なくとも年内には絶対来ると思うんで、闇鍋ガチャで。はい。なんでそっちで引きゃいいじゃんっていう。で、それが確率がまあ5倍とか、まあ下手したら10倍、15倍とか、この間の一撃なんちゃらとかだったら50倍ぐらいだっけ？ぐらいで引けたので、って考えたら、なんか、ね、一気に価値が50分の1になる資産に。金を使うのはちょっと馬鹿げてるかなと。で、しかもその額が15万円とか、ちょっと、やめた方がいいので、うん、まあまあ、どんだけ強いっつっても、まあまあ、無償の、チケットで引く分がいいかなと。で、今回は、まあ一応、ですね、ジャミラスが10連余ってたんで、ジャミラスと、デュラン20と、で、優勝です。まあこれ、やっていこうかなと、いうふうに思っておりますね。さあやっていくか。久々のガチャ動画だ。もう正直ね、なんかね、なんて言えばいいんだろうね。お、いいね。これ来たんじゃない？おしおしおし、S 一体。さあ、頼みますよ。お願いします。煉獄さんは強いんだ。なぜか開花キャラで。無駄に下げられてる煉獄長。普通に強いのにね。で、何だっけ？そうそうそう。正直、なんか、まあ、今、闘技場ですかね。闘技場っていうか、なんか、リアル対人を運営は推してるんですけど、まあ、僕アンケート取って3000人ぐらいが答えてくれたんだけど、ね、8割ぐらいが 76% ぐらいだった気がする、僕が見た時が。ぐらいが反対というか、なんかもう後ろ向き。で賛成がね、だから 20% ちょっとぐらいしかいないというね。はい。で、まあね。そっちにまあガチャというかね、合わせていくと大変なことになるので、まあ、結果としてなんかピックアップを追うのは、より間違いになってきたんじゃないかなと。まあ最近は高難度そこまで難しくないというか、ランク8実装されて、なんかね、開花のキャラとか、ランク8にちゃんと一生懸命育てたらどうにかなるんで、まあなんて言えばいいんだろうな。わざわざガチャ引く必要性がちょっとね、薄いねってのが正直かな。まあなんで、まあ少なくとも通常の5、6倍じゃないと引けない体になってますね。さあ来い。いいね。いや、ね、二次率は高いんちゃうん。おし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 。え、ここでデュラン来たらめっちゃ熱いじゃん。頼む。赤い体。俺もうほてってるぜ。帰る。ほてったベリアル。俺はほてったドレアムが欲しいんだよ。なんでほてったデザートデーモンが来るんだよ。帰れ。S 率は悪くないんだけどね。あ、もう引いたか。じゃあ優勝引きますか。いやー、マジでね。ここ最近新キャラ引けてないんだよな。まあ、引いてないっていうのもあるけど、正直。お願いしますよ。優勝確定。S ガチャお願いします。泣けなしの3000円。お願い。頼むよ。いやー。おしよ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 し。道中でまず2体と。
これ半分くらいで来るんだよな、多分。S ね、4体に1体ぐらいがピックアップの可能性なんで、これちょうど4体引けてるんで、期待値的には、まあ、1体デュランが来てもおかしくない。さあ、お願いします。こいつはグレートだぜ、ジョータロウさん。帰れ。でも残り1体は、ってことは、デュラン説ってのがあるわ。お願いしますよ。頼む！